今日は株式会社日本コンラックスのブースにお邪魔しています。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。早速なんですけれども、まずどんな会社なのか教えていただけますか。はい、日本コンラックスはもともとアメリカの自動販売機を日本に輸入してくるという際にドル型の硬貨の選別機、こちらの方を日本に円対応するという形で盛り込みをさせていただくという形で企業がスタートしたというような会社になっております。そこがスタートなんですね。はい、でそこから硬貨だったり紙幣の選別機識別機というところを専業メーカーとしてやらせていただいている企業になります。なるほど。そして今回の展示ではどういった商品を展示されているんですか。はい、新型の自動釣り銭機になりますペイキューブ、小型の紙幣の入金機になりますリテールセーフ、そして電子決済端末の ME10、 こちらの方を、今回ポイントとして挙げさせていただいております。さあではこちらの商品はどういったものなんでしょうか。はい、こちらの下側にあります、ものが新しい自動釣り銭機のペイキューブになります。これ具体的にどんな特徴があるんですか。はい、こちらの自動釣り銭機は、お客様が入れるお金と、あらかじめ用意したお釣りというところが分離している構造になっています。なるほど、別なんですね。そうですね。どのような流れでこう使えるのかっていうのをちょっと見てみたいんですが。はい、かしこまりました。そうすればデモの方、ご準備したいと思いますのでよろしくお願いします。こちらは先ほどの商品と同じの、色違いということですかね。はい、そうです。はいはい、左側の PC が、店員様が扱うPC だと考えてください。はい、でこちら側が、お客様が最後に会計をするという画面だという形になります。はい、まずはじめに、お会計金額ということで、店員様の方で1800円という金額を入力いたします。はい、はい、そうするとこちらにお金を入れてください、はい、ということで出てきました。はい、ですのでこの画面がになりますとお客様の方でお金を入れていただくという形になります。はい、今2000円を入れてみます。はい、こちらで会計金額よりも投入金額の方が上になりましたので、終わりというボタンが出てきますと会計を完了することができます。はい、押してみます。はい、下側の方に200円のお釣りが出てきましたのでこちらを取り出して終了という形になります。前に入れたお客様の入れたお金を受け取るということがなくなるというところがメリットになります。なるほど。じゃあ今のような時期にはすごくこう適していますよね。はい、そう思います。でまたもう一つですね、奥行きが従来の自動釣り銭機よりも小さいというところがありますので、狭小店舗だったりスペースのないところでも設置ができるというところがメリットになるかなと思います。なるほど、そういったところでも導入しやすいということですね。はい、さあこちらは紙幣入金機とありますが、ずいぶんコンパクトになりましたね。はい、こちらはですね、レジのカウンターを今模倣しているんですけれども、はい、店舗様のレジのカウンター下にも置ける小型の入金機というものを開発させていただきました。うん、もう売上だと確定したお金をこの紙幣の入金機の中に入れていただくというところが一つポイントになります。はい、で入れたお金自体は、1枚1枚数えていくような形になりますので、金額も含めて係数できるというようなものになっています。なるほど、その従来ですとそこを数えてくれるというところまでないですよね。そうですね。はい、でそれとともに、こちらの、入ったお金自体を係数サービスとも連携することによって、係数会社様にこの入金したお金を、運んでいただく、そういったところも連携できる可能性があるような製品となっております。すごい。そうするとその売上金を銀行に入金する手間が省けるということですか。そういうことですね。はい、業務効率の改善というところが一つメリットになるかなと思います。なるほど。実際にこれ見てみることできますか。はい、かしこまりました。こういうようなカードを使って読み取りをさせます。はい、はい、でこれで今入れることができるような形になりますので、はい、お金を入れていきます。はい、1枚ずつ入れることもできますし、はい、はい、こういった形でセットで何枚か入れてまとめて入れてもしっかり計測してくれるんですね。はいはい、はい、このような形で入れたお金が総額として出てくるというような形になります。なるほど。さあ場所を移動してきましたけれども、こちらもさっきと同じものですよね。はい、はい、そうです。ちょっとバックヤードをイメージしたような形になっておりまして、そういったところの狭いスペースの空間にも置くことができるような入金機となっております。うん、
確かにバックヤードって物がきっと在庫とかも、ね、あると思うので、そういった中でコンパクトに置けるっていうのはすごくいいですよね、はい、そこを一番のメリットかなというふうに感じております。さあこちらは電子決済端末とありますが、どういったこう場所でどういうふうに使われるんでしょうか。はい、こちらはですね、主に自動販売機だったり無人の生産を行うような機械ですね、うん、そういったところで使われている電子決済端末になります。はい、各種電子マネーだったり QR 決済を行うことができるような端末になっております。うん、順次マネーの方も追加をしていって、新たに利用できるものが増えていっているというような形になります。こちらで、100円の、商品を買うというデモスレーションをやっております。はい、選択していきます。もうすでに、ね、いろいろ登録されてるんですね。はい、そうですね。はい、今このエディを使って、入っていきます。このような形で、決済を完了するということになります。こちらで、各種マネーに関しても、対応ができますし、QR コードであればこの QR コードを読み取っていただいて決済をすることが行うというような端末になっております。具体的にどういったところがこう使用で今使われているんですか。はい、一番メインではやっぱり飲料の自動販売機で使われている台数が多いと思います。今後さらにこうこういったものを作っていきたいなとか展望などありますか。はい、我々決済事業のソリューションプロバイダーとして、現金、それと現金以外の決済、こういったところに対して、なるべくお客様にご協力をできるようなソリューションを用意していきたいというふうに考えております。ですので新しい新型の自動釣り銭機もそうですし、こういった電子決済の端末というところに関しては世の中のトレンドが早く変化していくというところがあるかと思いますので、そこに合わせた形で対応ができるように努めていきたいというふうに考えております。今日はさまざまな商品ご紹介いただきましたけれども、はい、これからまたキャッシュレス化が進んでいく中で社長としては今後のその展望、はい、どのようにお考えですか。はい、日本コナックスの武田でございます。今日は、ご覧いただきましてありがとうございます。私どもはずっと、キャッシュそれからキャッシュレスというふうな形で、お客様の効率をアップ、それから、トラブルがなくなるというふうなことをずっと提案してきますし、これからもその方向で提案していきたいと思ってます。これからもますます、人手不足が進んでいきますので、そういう中でですね、こういうふうな製品をお客様が取り入れてたことによって、より自動化が進む、より効率がアップする、強いてはお客様の利益に貢献できるというふうに考えております。今日はありがとうございました。はい、ありがとうございます。